アクアリウムは踊らない。おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日からこちらのアクアリウムは踊らない実況プレイやっていきたいと思います。こちらのゲームはですね、まあ最近かな、ここ1ヶ月2ヶ月くらいの間に、公開されたゲームなんですけれども、ホラーゲームが苦手な、ホラーが苦手な方が作ったホラーゲームみたいな感じでツイッターで話題になっておりましたので、友達に紹介されてちょっとじゃあやってみるかってなった次第でございます。いや、すごいね、ゲーム開いてみたらさ、めちゃくちゃ BGM が綺麗なんだよね。もうそこからもういいゲームである予感しかしない。いやー、これね、今ちょっと別の動画を撮った後に撮り始めてるので、ちょっと喉がカサカサなんですけど、めちゃめちゃ可愛い女の子だらけだったらちょっと大丈夫かな、その声出るかなって感じなんですけど、完全初見プレイでやっていきたいと思います。では入り口から入館。あ、いい音。これプレイするだけで ASMR の効果あるんじゃないか。このゲームには恐怖を与える表現が含まれています。小さいお子様や心臓の弱い方はプレイをお控えください。まあ、心臓は大丈夫だと思います。実況 OK! ありがとうございます。いや、このね、ゲーム作った方も VTuber さんだと聞いたので、ちょっと、仲良くなりたいな。って思ってます、勝手にね。おい、スーズ、誰だろう。あ？これやるよ。年下のくせに、相変わらずこいつはタメ口だな。水族館のプレミアムチケット？なんかスーズっていう子が主人公っていうことだけ知ってるんですけど、その他の子はわからないな。俺、病院出られないからさ。代わりに行って感想を聞かせて。あ、何、病院、あ、スーズちゃんもこの今喋りかけてくれてる少年も入院してるってことかな。で、もうすぐスーズちゃんが退院みたいな、そういう感じ。ビアンカアクアリウム。ふんふんふん。何さ、弱気になって、ちゃんと自分で見に行きなよ。それに私、水苦手なんだけど。そこをなんとか。ええ。ちゃん。す、ちゃん。ピオスちゃんかな？すーちゃん。誰だ？なんかのんきな感じするな、この伸ばし棒的に。お、ナウローディングだったな、今。いやー、BGM が良すぎんか？これ普通に癒しのゲームでは？ここどこ？すーちゃん？ルルさん。なんか、おっとり系かな？スーズ。あー、こういう感じの見た目の子なんだね。かわいい。みんなかわいい。もう、ごめん。ぼーっとしてた。珍しいかも。海で溺れた時のこと思い出してたの？違う。別に水なんて怖くない。そうなの？まあ、いっか。そういえば、このプレミアムチケット、スーちゃんのところの病院の患者さんからもらったんでしょ？そうそう。いつものあいつから。ああ、あの小学生の男の子？優しいね。私は水が苦手なのに、仕方ないやつだ。まあまあ、これも何かのご縁ってことで。ルルが行きたかった水族館のチケットを、スーちゃんがたまたまもらったのもご縁だよ。ご縁ね。スーちゃん、昔からルルの行きたい場所に一緒についてきてくれるから。たまには、スーちゃんが行きたいところでもいいのに。
いいよ、私は。行きたい場所も思いつかないし。っていうか、あれだね。スーズちゃんは元気なんだ。あれだ。スーちゃんのところの病院のって言ってたから、お父さんとかお母さんが、病院のなんか院長とかなのかな、多分ね。そうなの？遠慮しないで、スーちゃんが決めてもいいんだからね。水族館楽しみかも。早く入ろう、入ろう。あ、うん。行きたい場所なんて、ないからな。ん？これで動ける？あ、そういうわけじゃない。ん？あ、動ける。あー、水族館楽しみかも。どんなお魚さんがいるのかな？ね、スーちゃん。うん、せやな。おー、いい音だな、これ。体感もすぐできそう。まあまあ、これはいいか。あ、この音聞いたことあるかな？ふん、ふん、ふんって。これ、霧雨の降る森で聞いたことある。水族館のコミュニケーションノートみたいだ。クラゲがとても綺麗だった。クラゲのイラストとともに、子供の字で書いてある。あ、これセーブじゃないのか。セーブだと思ったのに。十字キー、ダッシュ、シフトキー、決定、キャンセル。あ、オッケーオッケーオッケー。はいはい。これでダッシュね。これか？セーブ。筆談用の紙だ。カフェはどこですか？2階の突き当たりです。ね、セーブは？ね、セーブは？セーブ、セーブ、セーブ、セーブ。この人誰？受付をして中に入りますか？ちょっと他を見たい。調べられるわけではないのかな？ここ、あ。お客様、こちらはスタッフ専用ですわ。侵入はご遠慮くださいませ。すいませんでした。ごめんなちゃい。でも美少女に怒られるなら全然嬉しいかも。受付して中に入りましょう。はい。クリスさん。こんにちは。ビアンカ水族館へようこそ。チケットはお持ちですか？お願いします。はい、お預かりいたします。あ、プレミアムチケット。お客様、珍しいものをお持ちなんですね。なんだか嬉しいですわ。え、そんなすごいものなんですか？ええ、珍しいですわ。期間限定、数量限定のもので、入手が困難なんです。へえ。プレミアムチケットをお持ちの方は、特別サービスがつきますわ。バックヤードツアーやイルカとの遊泳、年間パスポートへの無料切り替えなど、特典が様々なんです。そして、館長の妻である、私、クリスが、専属で水族館を隅々までご案内いたします。え、水族館案内してくれるんですか？ええ、よろしくお願いいたします。お名前は？スーズ。あっちのぼーっとしてるのはルル。かしこまりました。スーズ様、ルル様。では早速参りましょうか。へえ。クリスさん、綺麗な人ですね。ここからはご自由に水槽をご覧ください。私が解説いたします。これじゃあ、あと自由に見てもらえるのか？なんてんてスカーイ！怖い！びっくりした！ちょっと待って、ヘッドホンしてるからさ、本当に。怖かった。危険だ！逃げろ！何？急に、びっくりするじゃん。いかがなさいましたか、スーズ様？人間に戻れなくなる。え、どういうこと？何？スーちゃん？どうしたの？いや、ごめん、なんでもない。そっか、よかった。今日のスーちゃんはぼーっとさんかも。気のせい。いや、全然気のせいじゃなかったよ。両耳からズズ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 ワーって。わ、ゆえ！誰？今度はメガネっ子か。失礼したです。ついぼーっとしてたです。こちらこそ、ごめんよ。お二人とも、お怪我はありませんか？
うん、ただぶつかっただけ。大丈夫。こちらも大丈夫です。わあ、かわいいヘッドホンだね。この間人気ですぐ売り切れてたやつかも。そうです。予約するの大変だったですよ。紫のお姉さん詳しいんですね。なんか嬉しいです。へへへ、そうかな。でも、浮かれて音楽に夢中になってたらこのありさまだったです。気をつけるですね。おう、そうしてください。それじゃあ、失礼するです。名前だ、なんだったんだ。え？今の子なんか、すごい、え？ローラースケートでも履いてたんかな？ローラースケートでも履いてたかのような滑らかな歩きっぷりだったけど、あの子。さて、行きましょうか。わかりました。これで動けるのかな？で、これはセーブはできないですか？あ、かわいいね、みんなね。セーブをしたいって言わすけど。ビアンカ水族館へようこそ。今から、あなたを水の生き物の世界、非日常へとご案内します。ここでは、いつもと違う自分が見つかるはずです。あなただけの物語を見つけてください。それでは、ごゆっくりお楽しみください。ビアンカ水族館館長。あ、これ旦那さんだ。クリスさんの旦那さんか。ちょっとすごい綺麗な女の人みたいなイメージで読んじゃったよ。魚が気持ちよさそうに泳いでいる。何の魚だろう。こちらはキイロハギとマダイです。とっても色が鮮やかで、お子様にも人気ですわ。なるほど。これ、この人には話しかけられる？やはり水族館は落ち着くよ。そっか、よかったな。あー、丸くて可愛いね。ねえ、スーちゃん。これは可愛いな。こちらは、トラフグとシマフグです。ご存知の通り、威嚇をする際に体を風船のように膨らませます。また、フグは毒を持っていることで有名ですね。1-2mg程度のごく少量でも致死量ですわ。お気をつけくださいませ。怖いね、フグ。フグを使った、このなんかびっくり要素にフグがパーンって出てくるみたいなのあったらちょっと面白いけどね。あれだよね、だってホラーゲームなんだもんね、これ一応ね。今のところ全然、さっきのは超怖かったけど、この BGM とか聞いてる限りだと全然怖くないけどね。トゲトゲ、毒がありそうだね。こちらはミノカサゴですわ。スーズ様のおっしゃる通り、猛毒を持っています。この優雅に泳ぐ様に反して、実はとても凶暴なんです。こんなに可愛いのにね。タコだ、でっかいな。こちらは水ダコですわ。タコの中でも最大級の大きさで、大物だと 3.5 メートルにもなるんです。そうなんだ、すげえ。うにょうにょしてるね。で、これは？あー、青くてでっかい。こちらはメガネ持ちの王です。初めて聞いた。目にある黒い模様がメガネのように見えることから、この名前になりました。別名、ナポレオンフィッシュとも言いますね。あ、これは聞いたことある。ナポレオンフィッシュは聞いたことある。でっかいし、よく見ると目がギョロギョロしてる。怖ー。スーズちゃん結構淡白だよね。これは？おー、これはなかなかグロいな。こちらはウツボです。見ての通り、鋭い歯を持っています。しかし、性格は臆病で、人間から強い刺激を与えない限りは、攻撃してくることは少ないんです。目がまん丸だ。いや、ウツボはね、怖いですよ、見た目が。もう私の中ではね、ウツボって言うと2パターンのイメージがあって、一パターンはもう昔からなんですけど、スーパーマリオ64の海のステージのウツボ、めちゃくちゃトラウマ、めっちゃ怖い。で、もう一個は最近だけど、ツイステッドワンダーランドの、フロイドさんとジェイドさんが、なんかウツボ、元はウツボのキャラクター、そのディズニーキャラクターが、なんかイメージされてるって聞いたんで、そっちのイメージもありますけど、そう、そっちだったらいいイメージなんだけどね。そのマリオの方だと本当にただ怖くてグロいっていうイメージしかないから、ちょっとね、半分半分ですね、印象的にも。あ、ルルこれ好きだよ。ウミウシさんだね。ご名答です。のんびりしていて、見てると癒されますね。頭に触覚があるのがわかりますか？
これが馬じゃねえわ、牛です。これが牛の角に見えることから、ウミウシという名前になりました。色や形、大きさは様々で、3000種類も確認されているんです。そんなにいっぱい？全部見てみたいかも。ウミウシさんになって、綺麗な海をお散歩してみたいな。ウミウシは、名前は知ってるけど見た目全然イメージないな。どういう見た目なんだろうね。わしもかつて水族館で働いておってな。懐かしいの。そっか、よかったね、おじいちゃんね。オレンジのミミズ？ミミズではありませんよ。チンアナゴとニシキアナゴです。あ、チンアナゴは私結構好きだよ。可愛いよね。砂から顔を覗かせている様子がユニークで可愛らしいですよね。うん、そう思う、私も。砂から出ている部分は体のほんの一部で、全長は35センチ程度もあるんです。そうなんだ。結構長いんだね。ミミズというよりヘビに近いな。この人は？ヒトデはどうして星の形をしているんだろう。不思議だ。せやな、確かにな。ヤドカリさんだ。小さくてとってもキュートですよね。ヤドカリはお腹が柔らかく傷つきやすいので、貝殻で守っているんですよ。ああ、いや、すごい、いっぱい豆知識がつくわ。イカさんだ！ピカピカ！ほんとだ！綺麗ね！あ、片方の女の子がめちゃめちゃのぶといことになっちゃったよ。ごめんね。美味しそう。鑑賞用です。イカは見た目が白く透明で美しいですし、食べても美味しいですわ。そして、皆様ご存知のイカ。ん？そして、皆様ご存知のイカスミですが、かつてセピア色の絵の具として使われていたんです。あ、そうなんだ。セピアというのは、ラテン語で紅イカを意味するんですよ。はあ、それで。あ、じゃあ、私が知ってる実況者のセピアさんという方は紅イカさんなんだね。失礼しました。怒らないでください。まあ、見るとも限らんけれども。ウミガメのオブジェ。うわあ、びっくりした！セーブポイントにびっくりしちゃったわ。そうか、ウミガメのオブジェがセーブポイントなんだね。わかったわかった。すっごいびっくりしちゃった。一気に画面が覆われたから。さあ、いや、下と右に行けるけど、じゃあ右に行こうかな。こっちは？ん？どうした？何？うわぁ。綺麗。こちらはクラゲゾーンですわ。ビアンカ水族館の見どころの一つなんです。あ、確かになんかこういうさ、バーバリウム的なやつにさ、クラゲがいっぱい入ってるみたいなあるよね。あったあった。館長はクラゲが大好きでして、この空間はとてもこだわっていましたわ。いつ見ても綺麗ですわ。スーズちゃんはここがあんまり得意じゃないのかな、もしかして。あんま反応良くないもんね。特に調べられるところもなさそうで。ああ、びっくりした。クラゲが優雅に泳いでいる。あ、これしか調べられないかな？でもこれは調べられないんだね。この、これ。で、こっちにも行けるけど、どうしよう。一応一回下も見て。ああ、なるほど。普通だ。で、多分ここと右下のところが繋がってるんだろうな。で、ママ、クマの実だ！しましまだね。そうね。白とオレンジのしましまね。うん。かわいいよね、クマの実って。これは見たことある気がする。こちらはクマの実です。イソギンチャクに住んでいることで有名ですね。イソギンチャクには視細胞があるのですが、クマの実はそれに順応する能力があります。これにより、天敵から身を守っているのです。とても賢いですわね。なるほどね。すごいいろんな豆知識が聞けるね。で、これはみんなクラゲか。で、この人は誰？タツノオトシゴって形がユニークで素敵ね。せやな、こっちにあるのかな？タツノオトシゴだ。かわいいかも。タツノオトシゴは、くるっと丸まった尻尾を水草に巻きつけて擬態します。そのため、なかなか見つけにくいんです。あー、そうなんだ。とても可愛らしいですわ。いやー、もう熊の実とか、ちょっと待って、固まったよ、画面が。
あ、オッケーオッケー。熊の実とかさ、あの、タツノオトシゴとかはさ、もう動物の森で散々釣ってたからね。海のちっちゃい魚影で釣れるんですわ。カニさんかわいいね。私はカニ推しです。カニ推しなんです。嬉しい。こちらはサワガニですわ。カニの大きさは数ミリ程度の小さいものから、足の両端まで3メートル以上にもなるものまで、様々な種類がいるんですよ。いや、こういうところでね、アサヒガニみたいなのを紹介してほしいよね。アサヒガニっていうのがね、すごいあの、縦向きに、あー、わかりました。縦向きに移動するんですよ。横歩きじゃなくて。唯一、縦歩きで歩くカニって言われてるんで、そう、そういうのを紹介してくれると嬉しいっすね、とかって。カニだけは、なんか、ちょっと偉そうに語れる。で、こっちも見よっか。で、これは？水玉模様で可愛いかも。ぽってりしてるね。こちらはタコクラゲと言います。付属器が8本あるためこの名前なんですよ。毒は弱く、刺されてもほとんど痛くありません。そのため、ペットとして飼育する方もいらっしゃるみたいですわ。そうなんだ。ああ、赤いクラゲだ。その見た目の通り、赤クラゲと言います。乾燥させると、刺胞が舞い上がり、それが鼻に入ると、くしゃみが止まらなくなります。そのため、別名ハクションクラゲとも言うんです。へえ。天草クラゲ。リボンみたいなクラゲだ。美しい見た目に反して、猛毒を持っているんです。また、天草クラゲ以外のクラゲ、つまり、仲間以外のクラゲを食べてしまうんです。え、怖いね。そんな一面も、美しいですわ。いや、本当に好きなんだな、クリスさんとか、その、お旦那さんとか、クラゲのこと。幽霊クラゲって言うんだ。確かにお化けみたいかも。名前の通り、幽霊のように怪しく、白く透き通っているのが特徴です。幽霊に連れて行かれないように、気をつけてくださいね。怖いこと言わないで、これホラーゲームだってことを思い出しちゃうから。水クラゲだ。なぜだか親近感が湧く気がする。なんか、スーズちゃん、水クラゲをイメージしてキャラクター作られて、キャラデザ作られてそうだよね、なんかね。カラージェリーフィッシュ？カラフルで美しいクラゲですよね。こんなにいろんな色がついているのに、なぜ色がつくのか、まだ分かっていないんです。そうなんだ。同じクラゲでもこんなに種類があるのね。勉強になるわ。せやな、この人は誰？あ、さっきの水玉のお姉さん。水玉じゃなかった、水色でした。水色のお姉さん。クラゲかわいいですよ。ここの水族館お気に入りなんですよね。住みたいくらいです。なんちって。ここの水族館にはよく来るの？はい、よく来るですよ。年間パスポートも持ってるです。ほらほら。これが年間パスポート。ビアンカ・アカリアン・パスポート。あー、かわいいデザインだね。裏には顔写真が入るんですよ。顔写真の方まで見せてくれるんだ。トイ。トイさんっていうのかな、この子は。ほんとだ。立派なカードだ。欲しくなっちゃうね。でしょでしょ？いつもポケットに入れてるんです。トイちゃんね。ここの水族館が気に入ったらぜひです。わかりました。ありがとうございます。これ何に乗ってるの？あ、乗ってるわけじゃないのか。あれか、なんていうの？燃え袖して、幽霊みたいにして、ただトコトコ歩いてるって感じか。もう、歩き方がなんかあまりにも滑らかだったから、君幽霊なのかと思っちゃったよ。で、こっちがクラゲね。で、じゃあ、これ全部見たから先に進んでもいいのかな？これは見たよね。ひょこひょこしてる。あれ？あー、ごめんなさい。もう一回お願いします。ひょこひょこしてる。赤島白ひげエビってだ。長いよ、名前が。赤島白ひげエビですわ。赤い模様が鮮やかで素敵ですね。クリーナーシュリンプと言われており、魚の表面についた寄生虫を掃除してくれるんです。水族館のお掃除もぜひ手伝ってほしいですわ。なるほど。切実な願いね。この先に進みますか？ちょっと待って、じゃあ、
セーブして進もうか。いや、いろんな魚の紹介見てるだけで、なんか、パート1が終わっちゃいそうだよ。ペロロロリーン。では、あ、こっちにも人いたのか。友人や彼女と来るのもいいけど、一人で来るのも悪くないな。いや、まあ、それはあるかもね。癒されに来るのはありかも。じゃあ、先に進みましょう。おお、すごっ！なんだこれ。すごいね。何もいない場所ってこと？何もいない水槽。なんで？ちょっと待って、どこ行くの？どこ行くの？おーい！おーい！いなくなっちゃったよ。ちょっと。名前を思い出せないけど、あの、紫の姉ちゃんが行っちゃったけど、どうした？大丈夫？こんな大きな水槽なのに、なぜ一匹も生き物がいないか、疑問に思いますよね。うん。何もいない水槽も、みやびだとは思いませんか、スーズ様。はぐらかす気か？以前、ここにはビアンカ水族館の人気を取り戻してくれた生き物。違った。言い方を変えれば、ビアンカ水族館の命の恩人が暮らしていたのです。命の恩人？サメです。ホオジロザメ。へぇ。サメを展示する前は、周りの新しい施設にお客様が流れてしまい、ビアンカ水族館は廃館の危機を迎えていました。かなり古くて、小規模な水族館ですから無理もありませんわ。そんなある日、館長が目の前の海で傷だらけになっているサメを見つけたのです。館長は傷だらけのサメを水族館へ連れ帰り看病いたしました。あの時はびっくりいたしましたわ。そして館長は天からの贈り物だと言い、このビアンカ水族館で飼育、展示することを決めたのです。しかし、水族館でホオジロザメを展示するのは、世界でもほとんど類を見ないほど珍しいことでした。もちろん反対する従業員もいました。しかし、サメはみるみる元気になりまして、試しに展示してみたところ、大好評だったんです。ホオジロザメは街中の話題になり、お客様が一気に押し寄せたのです。その結果、経営は回復、水族館を存続することができました。ホオジロザメがいなかったら、ビアンカ水族館も、私も、もういなかったでしょうね。私も？クリスさんも？どういうこと？なんか離婚しようってなってたの？もしかして。うん。クリスさん、そのサメは、今はどこに？生きてるか、それとも亡くなってしまったか、どっちだと思います？この人、意地悪だ。冗談ですわ。まだ生きていますよ。事情があって、水族館の裏で管理しているんです。とっつきにくい。しかもホオジロザメはある特徴があって。って、あら？そうだよね。いないんだよね。いないのよ。ずいぶん前にいなくなっちゃったわよ。あ、そうだ。ルルちゃんだ。スーズ様、ルル様がいらっしゃいません。確かにいない。ルル、また一人でチョコまかして。ルル様を探しましょう。私はこの先を探しますので、スーズ様は戻ってみてくださいまし。わかりました。そっちはお願いします。いや、そっちに行ってるんだって。ルルちゃんそっちにいたんだって。ルルを探さなきゃ。オッケー。いや、こっちに行ったんだって。まだ探してない部屋がある。わかりました。すいません。じゃあ探すか。カニがいる。エビがいる。タツノオトシゴ。タツノオトシゴがのんびり揺れている。うん。いや、いないと思うけどね。あ、ここ説明見んの忘れた。白いペタ。こっちも見てないかも。金魚がいる。美しい赤色だ。あー、くそー。見えればよかったー。説明聞きたかったなー。いや、まあ、いないでしょう。あ、一応こっちの、右下も見ようか。あれ？あの子もいない。
トイちゃん。トイちゃんもいないね。トイちゃんどこ行ったんだろうね。とりあえず人通り探すけど、別にね、いないと思うけどね。こっちは入り口だ。ほら、いないじゃん。え、これ全部探さなきゃいけない系？いや、誰も気づいてないけどね。ちょっと一回セーブをして、はい。じゃあ、先に進めるかどうか確かめてみようか。はい。あ、いけるね。ルルがいない。先に行っちゃったのかな。いや、怖い！音なくならないで！ BGM なくなるのはやばいよ。怖いよ、もう。無理。はぁ、あ。はぁ、あ、はぁ、あ、間違った。間違った。間違ったけどめちゃめちゃセーブしてる。教えてよ。ルルがどこへ行ったか。いや、クラゲに聞いても教えてくれないよ。クラゲさん喋ってくれないの？もう入れた！びっくりした。でかい音全部怖い。あ、外？あ、外ではない。これはなんだ？外じゃないのか、これは。なんだ？水が近い。そうだよね。水怖いんだもんね、すずちゃんね。ルルを見つけなきゃなんだ。行かなきゃ。ここは何なんだろう。あ、なんか光ってる。水槽の中にキラキラしているものが。拾えますか？ちょっと待って。こっちはいける？こっちはカフェだ。カフェにもいないみたい。いや、これ拾うしかないじゃん。ちょっとこっちはいける？こっちはいけない。いや、拾えますか。パールのブレスレットを拾った。これ、ルルのだ。なんで水槽の中にあるの？ルル。一体どこへ？うわ、ルルだ！え？引き込まれちゃった。すずちゃんまで。ねえ、でかい音でビビらせるのは反則だと思いませんか？これ溺れ死んじゃうよ。大丈夫？どうなってんの？苦しい。この感覚。そうだ。小さい頃に、海で溺れた時の。あそこだ！小さい女の子が丸々に襲われてるぞ！助けろ！早くしなきゃ！あの子食べられちゃうわ！食べられる？なんだっけ？確か、私は、大きな、何かに。ホウジロザメかな？違うか、さすがに。うわぁ、何これ怖いよー。赤くなっちゃったねー。どこ、ここ。まさかルルもここに。早く探さなきゃ。ここは何？うわーい！全部、文字化けしてるー。こっちにはもう行けなくて、いろいろ引っかかる部分があるな。顔だけ真っ黒に塗りつぶされた写真が落ちている。ここは。で、こっちには行けなくなってる。じゃ、下に行くしかないのかーい！何の音で誓う？血で誓う？ちょっと全部調べながら。怪しい色のサンゴが生えている。サンゴ？なんでこんなところからサンゴが生えるんでしょう。血のように赤黒い水槽でクラゲが泳いでいる。いや、なんでここで生きてられんのよ。綺麗なところでしか住めないんじゃないの、クラゲって。知らないけど。怖ー。あ、こっち行けねー。なんか左上のオブジェも調べたいんだけどな。下に降りるしかない？このピチャピチャしてんのなんなん？怖いんだけど。なんか滴ってるし。あー、海亀、ありがとう。あーちょっと待って、海亀までぼちぼけしてる。セーブできるわ。できる。よかった。若い女性と男性が笑顔で写真に写っている。額縁には大量の血液がついている。どういうことな。いや、こっち引っかかっていけない。もうなんかもう迷路みたいな、もう一方通路の迷路みたいな感じ。一方通路ってなんだ？一方通行。うわぁ！
もうダメだ、怖い。これ何？あ、何？何？あ、トイちゃん！痛いです。誰か、どこ？君、もしかしてさっきの？なんで血だらけなの？それに、この足、人間の足じゃない。誰かいるの？何も見えない。痛いよ。え？本当だ、魚の足になってる。人魚みたいになってる。え？スーズちゃんももしかしたらなんかここにいたら魚になっちゃうかもしれないってこと？痛そう。この音なんなん一体。この水槽から、うわーい！なんでこんなに文字化けしてる文字って怖いんだろうね。分かってんな、ホラーゲーム苦手な作者さんよ。こっちにしか行けないよね。あ、またクラゲ。読めない。水槽の中から不気味な声が聞こえる。不気味な声。あ、これか。って感じの声ね。こっちは調べる。うわびっくりした。私もうこのゲームクリアできないかも。怖い。あ、戻っちゃった。間違った。これ読めるかと思ったんだけど。あ、読めないのか。あ。はぁ、怖かった、今。ちょっと待って、もう。何この血。勘弁してくれよ。え、何？上に行ったらいいのか、下に行ったらいいのかわからんな。ちょっと上はちょっとでかい道だから。あ、びっくりした。音がない。こっちの音があるのも怖いんだけど、音がないのも怖い。こっちに行くと？あ、こっちにも音はあるけど、クラゲ大量すぎんか。怖いんだけど。誰かに話しかけられているような気配がする。いや、わからんです。いや、そんなね、文字化けで話しかけられてもね、わかんないですよ。いやー、怖いよー。怖いよー。怖い怖い怖い。あー、もう、やめてやめてやめて。あー、ずっと見ていると水槽の中に吸い込まれそうだ。じゃあ見るのをやめましょうね。え、なんか、ちょ、ここが、あれ？ここ入り口じゃないの？真っ赤な字で何か書いてある。あー、読めません。早く逃げて、後ろ、え？後ろ？後ろって何ですか？後ろって何でしょうか？後ろ？はあ、今日も、は、調子悪い、みたい。それでも、なんとかからいただいた海の、は、今、美しく輝います。今日も、は、調が悪、みたいっす。部屋、ら、出て、て、くれ、せん。出てきてくれませんとかかな。こんなに愛してるのに、あなたが好きなクラゲもこんなに集めたのに、ただ、抱きしめ、あ、ただあなたに抱きしめてほしいだけなの。なんで？好きなのに、こんなに好きなのに、好き。好き、愛してる、ちゃ、好き、好き、長いなぁ。ところどころ読めない箇所がある。ほとんどでも読めたけどね。で、後ろって言ってたけど、後ろ何にもないけど。いや、これびっくりゾーン来るんじゃないの？文字が書いてある。あー、読めまっちぇん。これ血だよね。冷静だね、スーズちゃんね。うわって言って戻っちゃった。ちょっと待って、まだ見てないところ見よう。さっきのびっくりゾーンがなんかもう最大、あー引っかかる、うん。
どこだっけ行ってないのって。こっちにも行ってないよね。うわー。やだー。怪しい物体がうごめいている。このピチャピチャが嫌だ。なぜか石に歯型がついてる。なんで？食べられないよ、石は。飴玉のようなものが落ちてる。嫌だ。怪しい物体嫌だ。ああ、嫌だ。飴玉のようなものが。ああ、なんでこんなにいっぱい落ちてるの？やめて。目玉、歯型、物体。あ、これは調べられる。え？何？ダメだ、こりゃ。ああ、ここか。なるほど。ああ、読めない。水槽の中から聞こえる声が次第に大きくなってる。マジか。なにこれ？なんか、矢印ついてあるけど？覗きますか？いいえ。いや、覗かないとダメなんだろうな。だって、こんなに矢印が書いてあるんだもの。うわ、薄めで。本当に？いいえ。ちょっとセーブしてからにします。ちょっとセーブさせてほしい。ウミガメちゃん。あー、この男は、ちょっと待って、ウミガメちゃん助けてくれメンス。ウミガメちゃんが私の唯一の癒し。まあ喋ってくれないんですけど。あー、ちょっとじゃあ覗きましょう。ゲームオーバーになってもいいっす。絶対ゲームオーバーになると思うけど。でももしかしたら重要なね、鍵とかがね、取れるかもしれないし。行きまっちょ。ふぅ。さあ、だから音がなかったのか、ここ。絶対ゲームオーバーになると思う。ちょっと薄めで見るわ。覗きます。本当に覗きます。うわー、気持ち悪い。うわー怖い。あ、いなくなった。あー、もう無理、もう無理、もう無理。もう無理でちゅう。もう無理なんでちゅう。怖かったでちゅう。赤ちゃん帰りちっちゃうくらい怖かったでちゅう。ちょっとこれメンタルが持たない。これみんな配信してるの分かった気がするわ。なんかみんな配信してるんですよ。いやもうこれね、実況はほんと無理かも。これ編集するのも怖い。ちょっと、ほんとに無理。ほんとに無理。ちょっと、今日はこれで終わります。もう無理。これ以上、ちょっとメンタルがもう無理だ。ご視聴ありがとうございました。これ、なんか前編後編で分かれてるから、なんか後編が実装されるのを待ってるみたいなやつらしいんですけど、前編でリタイアしそうなくらいもう怖い。それでは、また次回、私の勇気が出たらお会いしましょう。今日はちょっともう夜も遅いので無理です。お疲れ様でした。さよなら。